こんにちは、土の子です。今日はね、過去のケマモト村の忍びの森で、じいちゃん、ケイゾウくんにね、話しかけます。未来に帰ってもちゃんと特訓やってるか？決まってるだろ、ガッツ仮面の特訓だ。少年ビートなら当然やってるよな。あの特訓？それなりにね。じゃあ特訓の成果を試してやるぜ。もちろんすぐにできるよな。それじゃあ行くぜ。ガッツ仮面です。リズムに合わせてポーズを決める。光の輪がガッツマークに重なるタイミングに合わせてボタンをタッチ。パーフェクトを目指していくぜ。テレテレテーン。やりましょう。いくぜ。テレテレテーン。ガッツ。やるじゃねえか。テレテレテーン。ガッツ。その調子だ。テレテレテーン。ガッツ。ガッツ。さすがだ。ガッツ。上手くなってきたな。ガッツ。決まってるぞ。ガッツ。よしか。ガッツ。世界は友達。ガッツ。全部守るぜ。ガッツ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 。よし。やりました、パーフェクト。ミュージックカード2個やりました。うわ、いい特訓になったぜ。やっぱ少年ビートと2人でやる特訓は最高だよな。そうだね。おいおい、もうヘタれてんのか。もっともっと特訓が必要みたいだな。おーい、ケイゾウさん。ん？この声、ユキッペか？ケイゾウさん、またこげんなとこでごっこアッチ装備してるべ。あ、ごっこじゃねえよ。何回言ったらわかるんだよ。この辺で見ない子だべ。ケイゾウさんの都会の友達だべか？土の子って言うんだ。俺の助手、少年ビートさ。そうなんだべか。ケイゾウさんがいつもお世話になってるべ。よく見たらケイゾウさんにちょっと似てるべな。そんなことないよ。実は孫ですなんて言えない。おい、あんまり珍しそうに見るなよ、ユキッペ。まあ、また田舎っぺみたいに言っただ。ちゃんとユキコって言うべ。ん？ユキコ？ユキコってどっかで聞いたよな。ああ、どうしたんです？ばあちゃんと同じ名だ。なんですと？もしかしてこの子が若い頃のばあちゃんかにゃ。で、何の用なんだよ。ここには近寄るなって言っただろ。あ、そうだっぺ。おら、ケイゾウさんにお願いがあってたんだべ。お願い？なんだよそれ。若かりしおばあちゃんからのお願い、なんだか気になりますね。なんだろう。さあ、クエストマークが出たんで、ちょっとね、このクエスト次のね、動画でやっていこうと思います。よかったらね、チャンネル登録してみてください。つちのこでした。